実家インジウムは、インジウムと窒素からなる化学式インの半導体である。バンドギャップが小さく、太陽電池や高速エレクトロニクスに用いられる。インのバンドギャップは、現在では温度に応じ0.7エブであることが分かっている。有効電子静止質量は、工事場での測定で、M イコール 0.055M0 と求められた。窒化ガリウムとの三元合金である。 窒化インジウムガリウムは赤外線から紫外線の範囲の直接バンドギャップを持つ。窒化物の半導体を用いた太陽電池の開発が進められている。インガン合金を用いると太陽のスペクトルに合ったものが得られる。陰のバンドギャップは波長1900ナノメートルまでを用いることを可能とするが、このような太陽電池が市販されるまでにはまだ多くの課題がある。 p 型ドープした陰やインジウムの多い陰岩ンンは最大の挑戦の一つである。陰と窒化ガリウムや窒化アルミニウム等の他の窒化物とのヘテロエピタキシャル成長は難しいことが知られている。陰の薄い多結晶フィルムは高い電導性を示し、ヘリウム温度では超電導にもなる。超電導繊維温度 tc はフィルムの構造に依存し 4K 以下となる。 わずか0.03テスラで超電動性を失う、金属インジウムとは異なり、超電動性は数テスラの工事上中でも持続する。それにもかかわらず、この超電動性は、ギンツブルグ・ランダウ理論によると、金属インジウムのチェーン、またはナノクラスタが原因である。ありがとうございます。